識は抜けてるな。いつもご視聴いただきありがとうございます。花八キャンプです。今日は家族で海の見えるキャンプ場にやってきました。めちゃくちゃ気持ちいいです。今日お世話になるテントはこちら、かわいいねロゴ、スモアさんの話題の新作テントドルチェロッジをお借りしました。マチおーいやっぱポール別に入ってるね。ポール出してくれ。ポール、ポール別にしまっとけばあるよね。そうやね、ちょっと軽く保管できそうやね。全体としては結構重たいんですが、ポールと膜を別々に運べば女性一人でも持ち運べそうです。ビニールになってて多分防水よね。ほんとね、生地が全然違う、ね、細かいところもいい感じやね。お願いします。暑いな。パパッと立てれたらいいね。暑い中の設営なので早く立てたいところですが、それを許してくれない弟くん。まずは膜を広げて4隅にペグを打っていきます。その後は4本のルーフバーをそれぞれのスリーブにこのように通していきます。ね、セットしたら次にルーフバーにこのようにポールを接続していきます。反対側も同じように接続していきます。そしてポール同士を連結させてこのように押し伸ばすと屋根にテンションがかかります。カチッといくんやんね。うん、うん、硬かった。硬い。あ、うん、ピンと張ってるね。いいんじゃない。あとはワンポール式みたいな感じでそれで突っ張るみたいな感じしようかな。その穴やろね。次は側面にサイドポールをこのように固定していきます。女性の力でも立てられるんでしょうか。ちょっと頑張れママ。あ、窓かわいいね。初めての設営なのでちょっとだけ苦戦しているママ。やっぱりポリコットン生地なので少し重そうに見えます。まあ、ただ女性でも立てられるレベルなのでこれは設営しやすいんではないでしょうか。あとは細かいところのペグを打って完成です。うん、いいんじゃない。どう、女の人でも立てれるね。立てれるね。初めて入ってくれる？初めてだよ。どっか入り口通り過ぎた。こっちやで、こっち入り口通り過ぎたね今。そこそこ今通り過ぎましたよ。そうそう、そこ玄関よ。広いね。暑いね。ちょっと窓、うん、開けまくろ開けまくろ。あー、そうね。おー。見て見て
うわすごいオーシャンビュー。いやすげえ。うわオーシャンビューですよ。楽しいですか？楽しいね。でかいね窓。わ涼しい、風入ってきた。あめっちゃ涼しい。あ、ほんまや、そこも開くやん。うわ、めっちゃメッシュあるね。こっちも開くね、じゃあ。サンキュー。バイバーイ。ちょっと伸ばして、一回伸ばして。ほんとだ、近っ。終わった、終わった。続きははい、見て。続き知らん、あ、知らんか。わあ、風が涼しい。はい、いいから、どんどん歌って。おい、おーい。キャノピーポールも付属していたので前側を立ち上げてみました。剣みたいになってる。細かいところまでこだわられていて、いいテントだなと思いました。めちゃくちゃ可愛すぎて、ついついみんなでポージングを撮ってしまいました。どこだっけパパたちのテント。あれ、いつもと違うからわからん。そこか、いつものテントじゃないからわからん。どこだっけパパたち、教えて。じゃん、完成。めっちゃ可愛いね。ドルチェロッチ。いいね。ポリコットンで TC で、うん。下だけ素材違うね。あ、ほんまやね。下だけあれやね。あのベロ400と一緒でしっかりしてるね。めっちゃ可愛いわ。なんか今までなかったこの可愛さ。うん。あ、そうね。メッシュの数もすごいよね。そう、なんか冬用のテントってイメージあったけどさ、8月やけど。はい、ちょっと外ぐるっと一周。なんか草ばきついてるけど。天井の窓もめっちゃ可愛いっちゃね。どんどんついてきてる。一緒についてきてくれんの。一緒にやんない。日差しついてるね。なんと日差しだってる。うん。あ、そうね。濃いベンチレーションある。こんなの珍しいよね。珍しくないんかな。
これは締められはせえへんねんな。うん、立てた時から最初はなんか、うん、あ、そうね、冬も上は換気するんか。そうやね、あ、いいね。純正です。可愛いよね、スモークスケは。スモアイやろ、スモア、スモアイやろ。勝てんのどうやった？勝てんのはね、持ってくるのが重たい。あー、重たいね。なんかペグ、ペグじゃないや、ポールと、ペグに運べば大丈夫。うん、そうね、ペグの重さやと、女の人一人で立てやすさは運ぶの大丈夫。あ、立てるのは、パタ、はい、ありがとう。今日初めて立てたから、こう手順がちゃんと予習してなさすぎて、うん、分かってなかったけど、立てるのはめっちゃ簡単やと思う。手の関係やね。めっちゃ早いよな。そうね、めっちゃ簡単。あとあれやわ、俺ベルテント、やっぱあの4メートル4メートルでプラスやっぱ全方向にあのロープ張るから結構場所取るよね。これ全然ちっちゃいサイトでも。そうか、これこの分がちょっといるよぐらい。そうやね。中身を中、うん、まだかき氷食べたい。まだかき氷食べたかってんだね。もうええで、もうええで、だいぶ食べたで。半分ぐらい。じゃあ失礼します。広いね、やっぱ。なんか広い。てか、上が高い。一番ギリギリ手届くぐらい。あ、ほんまやね。うん。上高いね。このネット何？ここは荷物を乗せられる。荷物に。来た！ちょっと貸し出して。取られた。荷物ね、こうやって、こんな風に。あーね、何なんそれ。え？何なんそれ。小物とかでも置けるんか。あ、そうやね。いいね。ねえ、子供向けのとか。こっちはクッションに入れてるからいいけど、子供向けのとかって入れてもいいの。こうじゃ、こうじゃ、こうじゃ。あ、いいね。確かに確かに。ねえ、かさばるから。へえー。かさばるからね。いや、広さは3ぐらい、3メーター、3メーターぐらいか。かな、なんかね、正方形なの。ママ抱っこ。ね、四角形やからデッドスペースなく使えてるね。あとは、まあ、ポールがない、ポールないからね、こう机とかマットとかが簡単に見つけるんだなって思って。そうね、確かに。冬おこもりもできるな。うん、そこにストーブとか置いて、テーブル、ストーブガード置いて、テーブル置いて、でこっち側は、まあ、寝るときにちょっとマット出すみたいな感じかな。寝るときにそうやね。マットもちょっと。多分4枚ぐらい余裕で入るけど、どんなもんか後で、うん、見ようか。いいですね。ちょっとさっき落ち着いてなかったから、なんかダダダーと紹介しちゃったけんね。暑すぎる。いいやん、めっちゃいいやん。掃除って可愛い。掃除って可愛いな。一言で言うと可愛いな、うん、はい、ね、お菓子の家みたいな、なんか。ああ、それはもうね、なんかちゃんとこう、なんていうの、飾られてる、可愛くしてくれてるから、うん、でも何も飾らんでも、それだけで可愛い。しかも、びっくりしたもんな、さっき遠くから見たら、なんかちっちゃい結婚式場みたいな。可愛い結婚式。えらい可愛い空間広がっとるよね、から。自分とこのサイトやってびっくりしたわ。うん、でもね、こういうの好きな人にはめっちゃいいやろうな。うん、かわいい。
立てやすいし、なんといってもやっぱ涼しさやね。あと開放感ね。うん、開放感あるね。なんか景色が抜けてるんだ、いいな、うん、これは冬使いたいわ。よいしょ、うん、見たいな。散歩です。はい、どんなテントや道具を使っても家族で自然の中で過ごすだけで楽しいですよね。だけどお気に入りの道具と出会うとやっぱりテンションが上がってしまいます。道具とかにこだわりもなく始めたキャンプだったけど、今ではお気に入りの道具たちに囲まれています。この前波そんななかったもんな、うん、そういった道具たちとの出会いもキャンプの醍醐味だと思ったり思わなかったり。今日初めて使ってお気に入りになった可愛いテント、やっぱりテンション上がりますね。疲れてお昼寝した弟くん、テントの中で気持ちよさそうです。
tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna hear say, it all straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yes, I'm on my way. A bit naive and so eager to please, you know I played for love, but it got me on my knees. Now's the time to reap what I've sown, your words echoing in every single bone. Underwater, so far there's no cure for what you're telling me, and soon I'm on my way. Yes, I'm on my way. マシュマロが溶けていくみたいな。かわいい。うわ、きれいな。I'm on my way. Yes, I'm on my way.